ハレルヤアメン。こんばんは。ハレルヤ、ハレルヤアメン。コタロさん、ハレルヤ。こんばんは。アイディアルさん、アメン。今日はちょっと暑かったですね。今日はちょっと暑かったですね。今日はダヨンさんが箱根で外配信したんですね。ちょっと見ましたね。はい、ユニアさんごめんなさいね。なんか間違えて、削除しちゃったみたいで申し訳ありません。そうですね。何から話しましょうかね。今日はですね、竹芝の話をしますね。竹芝の話。今日韓関係がですね、ちょっと緊張しております。ね、日韓関係が、緊張しておりまして、で、竹芝がどっちの、島かというのは私はもちろん分かりません。ちょっとこう調べてみましたけど、結局昔はねそんなに重要視されてなかったんですね。皆さんこうなんか父島と母島っていうのがあるのかな、なんかこう岩がちょっとこう出てるぐらいなもので、そのほとんど無人島だったんですよね。こうほとんど使い物にならない島だったわけですね、昔はね。だから昔はどっちの島であろうと大した問題じゃなかったわけです。ところがですね、その近年になって、例えばそれが単なる岩であったとしてもね、岩島みたいなこう岩だけの島だったとしても、その島が日本か韓国かということによって、まあ、大きな、その違いがある。つまりどういうことかというと、何ですか、海域っていうのかな、経済海域とか言ってですね、まあ、その島があることによって、まあ、そこの海底資源もその所有してる国のものになるし、それからそういう何て言うんでしょうかね、漁業ですね、まあ、漁業もその島の所有によって漁業区域が広がるわけですね。まあ、そういう軍事的な問題にも言えるですね。軍事的な問題でやっぱりそこに島があるかないかによって、まあ、軍事的有利さがあるかないかということで、まあ、結局のところですね、簡単に言えば結局、利害関係なんですね。利害関係、簡単に言えば利害関係、つまり、竹島が日本のものだと経済的にも軍事的にも有利だよという、そういうことですね。ですからその島が欲しいというよりも、その島が欲しいというよりも、その島の、所有によって、いろんな利益があるということですね。海底資源の利益、漁業権の利益、軍事的な利益。父を放送を誘ったらやっぱり断りました。あ、大丈夫ですよ、リトルさん。それもですね、益となりますので、断られたからだってがっかりしないでください。その誘ったことが、ね、益となると信じます。その勇気、それが愛ですね。お父さんを救いたい。お父さんに、福音を聞いてもらいたい。それは愛ですね、愛。だから、断られたからといってがっかりしないでください。はい、がっかりしません。アメン。神様が働いてくれます。神様が働いてくれます。ですから私たちは勇気を持って正しいことをするべきですね。勇気を持って正しいことをするべきです。ね。はい。それで話を戻しますが、今日のところ利害関係だということですね。利害関係。で、その韓国と竹島とどっちが大切なのですかというのはですね、どういう意味かというと、ちょっとわからない、意味がわからないと思うんですが、
昔ですね、私子供がたくさんいましてですね、9人子供がいるんですよ。で、9人子供がいるとですね、その、まあ、子供たちが喧嘩することがあるわけですね。まあ、例えばお菓子が原因で、喧嘩するとしますね。そうすると、まあ、例えば、お姉ちゃんと弟が喧嘩するとしますね。お姉ちゃんと弟が喧嘩する。そうすると、その弟に言うわけですね、お姉ちゃんとお菓子どっちが大事なのって聞くわけですね。そうすると弟はですね、まあ、息子なんですけど、お菓子って言えないわけですよね。お菓子よりも、お姉ちゃんよりもお菓子が大事なんてことはおかしいじゃないですか、どう考えたってね。だからお姉ちゃんとお菓子どっち大事なのって言ったら、お姉ちゃんね。で、このお姉ちゃんに、お姉ちゃん、お菓子と弟どっちが大事なの？って聞くと、やっぱりお菓子と言えないわけですね。と、弟が大事だ。ああ、そう。じゃあ、二人ともお菓子よりもお姉ちゃん、弟の方が大事なんだね。じゃあ、喧嘩やめようねって言うと、まあ、喧嘩をやめるわけですね。まあ、要するにですね、韓国と竹島とどっちが大事なのかということですね。で、さっきなんか放送始まる前にから竹島って書いてありましたけど、結局お姉ちゃんよりもお菓子が大事だということになっちゃうわけですね。お姉ちゃんよりもお菓子が大事ということになっちゃうね。皆さん、人間とお金とどっちが大事ですか？人間とお金とどっちが大事ですか？人間とお金どっちが大事？お金？もし人間よりもお金が大事だっていう人は、じゃあ強盗を肯定することになりますね。殺人強盗を肯定することになりますね。お金の方が大事なんですから。で、お金よりも人間が大事だというならば、当然殺人も良くないし強盗も良くないわけです。つまり価値観の問題だということですね。価値観の問題、つまり、韓国という、ね、国、韓国人という人間と、まあ、竹島をお金だとすればね、さっき言った利害関係でしょ、海底資源と漁業権と軍事権ということで、まあ、お金だとすると、じゃあお金と人間とどっちが大事かということと同じことなんですね。皆さん、多くの人は人間よりもお金が大事なんです。それが罪と言ってもいいでしょうね。罪というのは、皆さん、罪というのは人間よりもお金が大事だということなんですね。人間よりもお金が大事だ、それが罪なんだよということですね。で、信仰というのはお金よりも人間が大事だということです。お金よりも人間が大事、これが信仰だよということですね。そのことをよく理解してくださいね。それをよく理解すれば、竹島問題の本質はそこだよってこと。竹島問題の本質は、ね、人間よりもお金が大事だと言ってることなんだよということ、ね、そこを、まあ、見抜く必要があるんだよということですね。そこを見抜く必要がある。で、聖書にもそういうところがありまして、時々こう読むとこなんですけど、ヤコブ4章ですね、ヤコブ4章1、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。貞操のない人たち、
世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。結局争う原因は欲望だということですね。争う原因は欲望。欲望があるから、欲望があるから喧嘩するんだ。欲望があるから人殺しをするんだ。欲望があるから戦ったりする。つまり戦争の原因は欲望だということですね。戦争の原因は欲望です。欲望です。だから竹島問題も、竹島問題もお互いにね、こう主張するかもしれないけど、結局はお菓子を取りっこする子供の喧嘩なんですね。僕のもんだ、私のものだね、僕が先に取った、私が先に取ったのよ、お菓子を取り合う子供の喧嘩と同じなんですね。つまり竹島がお菓子ですね。竹島がお菓子。皆さん、争うのは欲望が原因なのです。争うのは欲望が原因なのです。ぜひ皆さん、そのことをしっかり理解してください。欲望が原因なんです。ですから信仰というのは、ね、信仰というのはその欲望で争ってはいけないよということですね。欲望で争ってはいけない。どっちが大事なんですかということですね。島も半分、仲良く半分ずつすればいいのまあそういう知恵が必要でしょうね。要するにね、価値観の問題ですね。価値観の問題、つまり何が大事かという価値観の問題ですね。私が言いたいのは、ね、韓国と竹島とどっちが大事ですかということは、韓国との関係の方が大事でしょうということですね。大体ですね、皆さんね、日本は戦争に負けてですね、ひどい状況になったじゃないですか。被爆も受けたし、もう日本中焼け野原ですよね。満州が欲しかったから、戦争したわけなんですけど、結局のところ日本中が焼けちゃったわけでしょ。つまり欲が原因で、身を滅ぼしたという感じですね。欲が原因で身を滅ぼした。今日万引きで九州大学の教授が逮捕されましたけど、結局欲望で万引きして九州大学の教授が逮捕された。欲望で身を滅ぼした、似てますよね。よく私言うじゃないですか、100円のものを万引きして、その大事な社会的な地位をこの失うというね、まさに万引きして九州大学の教授が万引きして多分辞めさせられると思うんですが、皆さん、争いっていうのはそんなもんですよ。争いっていうのはそのもう本当に欲望が原因で、結局両方ともこうなんていうかな、被害を受けるみたいな。だから大事なのは欲望で戦いがあるんだよ、欲望で喧嘩するんだよということですね。欲望で喧嘩するんだよということですね。そしてイエス様の教えは、どういうふうにあるかというと、こういうふうにあるんですね。こういうふうにね、これいくつかな、6だ、ルカの6、ルカの6の30かな、ルカの6の30。すべて求める者に与えなさい、奪い取る者からは、取り返してはいけません。自分にしてもらいたい通り、望む通り、その人にそのようにしなさい。すべて求める者には与えなさい、奪い取る者からは取り返してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。つまりですね、欲じゃなくてね、まあその人を愛すること、
その人を愛することが大事なんだよということですね。だから大事なのは韓国と竹島とどっちが大事なのですかと。韓国と竹島とどっちが大事かというと、韓国を愛することと、ね、韓国を愛することと欲を張って喧嘩するのとどっちが大事なのかということです。欲望を価値観に置いている人は争います。欲望を価値観としている人は喧嘩します、戦争します。しかし、愛を価値観としている人は、ね、戦いません。愛を価値観としている人は、ね、その人との平和を愛します。平和を愛します。争いを憎みます。争いを憎みます。争うものは滅びますね。争うものは滅びます。しかし平和を作るものは幸いですと書いてありますね。平和を作るものは幸いです。日本はその欲望で戦争して、原爆を受けたじゃないですか。つい最近ね、原爆の日だったじゃないですか。そしてもうすぐ敗戦記念日ですよね。敗戦記念日、日本はひどい目に遭ったじゃないですか。大きな経験をしたじゃないですかね。もう犠牲が大きかったじゃないですか。それなのにまた戦おうっていうんですか。それなのにまた戦争しようっていうんですか。日本はそんなに愚かなんですか。日本はそんなに愚かなんですかね。皆さん学びましょうね。学習しましょう。失敗から学ぶのです。過去から学ぶのですね。同じ失敗してどうするんですか。同じ失敗してどうするんですか。学ばなきゃダメですよ。学ばなければね。まあそういうわけで、ぜひ皆さん、平和の方が大事なんだね、欲望で生きてはダメなんだということですね。欲望できたら必ず問題が起きるんだよ。欲望できたら喧嘩するんだよ。欲望があったら争いがあるんだよ。皆さんがもし、誰かと争ってるならば、誰かと喧嘩してるならば、それは、憎しみが原因だったり欲望が原因だったりするんです。ですから個人の争いも国の争いも同じなんだよということですね。個人の争いも国の争いも結局は欲望が原因なんだよ。まあ欲望に生きることイコール罪と言ってもいいのかな。だからやっぱり罪が原因だよということですね。罪が原因だよということですね。はい。そういうわけで、竹島問題は罪の問題だよ。竹島問題は欲望の問題だよ。竹島問題は信仰の問題だよということでしょうかね。はい。そうですね。英語も今日用意してあるんですね。今日の英語はですね、今日の英語どこだったかな。ここですね。ここですね。マタイ10の38。ここですね。Anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me.Anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. これは、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしくない。この worthy っていうのは価値があるって意味なんですけど、クロスが十字架ですね。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしくない。
まあ、この十字架を追うっていうのはどういうことかというと、まあ、自分に死ぬという感じでしょうかね。まあ、十字架っていうのは死ぬとこですから。ですから、自分に死んでイエス様についていって、初めてイエス様の弟子になるみたいなね。まあ、ある意味で欲望に死ぬという、今欲望の話をしてましたけど、まさに欲望に死ぬっていう感じでしょうかね。欲望に死んでイエス様についていかなければイエス様の弟子にふさわしくない。欲望に死にましょう、ね、欲望に死ぬのです。肉に死ぬのです。貪欲になってはいけません。もっと大事なことがあるんだ、もっと大事なことがあるんだということですね。もっと大事なことがあるんだよということですね。はい、今日ちょっと証がありましてね、ちょっとその証を言おうと思ってたんですが、昨日か一昨日ある男性が訪ねてきました、夜遅く訪ねてきたんですね。でその方は来る2日前ぐらいに刑務所から出所したんですね。刑務所から出所して、まあ、何年かいて出所して私のところに来てくれたんですが、その人はですね、もう本当にいろいろトラブルメーカーで、もう本当にあちこちで喧嘩してトラブル起きて何回か刑務所に入ってるんですが、私もその人にいろいろこう、まあ、なんて言うんでしょうかね、世話を、まあ、世話したというか、世話を焼いたというか、まあ、とにかくいろいろ困らされた人なんですね。で、またいろいろトラブルがあるかなと思って、ちょっと私もですね、こう心配してたんですが、まあ、真夜中にですね、こう大声で騒がれたり、真夜中ね、どん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 ってこうドアを叩かれたりしたことがあるんですね。まあ家族もそれで怯えてですね、もう家族もそれで非常に怖がってしまったという、そういうことがありました。でまたそういうことが起きるかなと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんですが、でも彼がですね、証をしたんですよ。でどういう証かというとですね、この出所して出所して、まあ、電車に乗ってる時に、自分がなぜこんな風にいつもトラブルが起きて、まあ、その暴力事件を起こして、刑務所に入ってしまったかということで、まあ、彼自身が、まあ、イエス様に気がつかされてね、イエス様に気がつかされて自分の中に憎しみがあったということに気づいたっていうわけですね。で彼はなんか義理のお父さんがいて、その義理のお父さんをすごく憎んでたということですね。で憎しみの塊みたいな人で、その憎しみが原因で暴力を起こして、そしてトラブルを起こしてたんですが、彼はですね、まあイエス様に導かれて、あ、その憎しみが自分を不幸にしてるんだ、憎しみがあるからいろいろこうトラブルが起きるってことに気がつかされたらしいんですね。でその憎しみを捨てようと決心したらしいんです。そしたらドバッと涙が出て、なんか憎しみが消えたんだそうですね。でそれを私のところに来て、私にまあそれを言いたかったということで、麻生さん、麻生さん、証があるんです、聞いてくださいっていうことで、聞かされたんですね。で私はね、本当に嬉しかったですね。もうこの人どうしようかなと思ってましたけどもね、やっとそのことに気づいてくれたみたいな、本当に嬉しかったんです。とても嬉しかったんですね。その人がですね、警察に捕まった時ですね、警察から私のところに電話があってね、
牧師さんですか、ちょっと身元引き受け人として、来てくれませんかということで、まあ、私が行くとするんですね。で警察行ってどうもすいませんでした、ね、まあ、その人また暴力事件を起こしてですね、すいませんでした、で謝ってその人を、まあ、警察から引き受けたんですが、その帰る途中ですね、マクドナルド行ったらですね、またそのマクドナルドの店員にカチンと来てですね、なんか暴力振ろうとしたからですね、私がもう止めてですね、ダメ、あなた今警察から私が引き受けしたばっかりでしょ、またあなたはその事件を起こすんですかと言ってですね、その彼を止めたような、それほどですね喧嘩好きというか、もう本当にすぐにカチンとくる人だったんですね。いやー、私いろんな人と変わってきましたけど、こんなにですね憎しみの塊、怒りの塊の人出会ったことがないんですが、その人がですね、今週出所してですね、イエス様に示されて憎しみを捨てたという、本当に私嬉しかったですね、嬉しかった。そしてもう一つ、私は悔い改めましたね。私は結局その人がね、救われてほしいにもかかわらず、なかなかその人がまあそのトラブルを悔い改めないでトラブルばっかりやってて、ああもうまたこれ変わんなきゃいけないのかなっていうふうにつぶやいたね、もうこの人は手を得ないよみたいな感じでつぶやいたんですが、まあ、それは悔い改めましたね。あ、イエス様ごめんなさい、あなたが働けばこのような人も悔い改めて清められて憎しみがなくなるんだ、怒りがなくなるんだということを私は信じてなかったのかもしれませんね。私は悔い改めて本当に神様ごめんなさい、あなたが働いてくださって、この人はもうたくさんの人に暴力を振ってきたかもしれないけども、あなたの力によって自分が本当に憎しみの塊だということに気がついて悔い改めて、本当にありがとうございますイエス様、本当に触れてくれてありがとうございますって、悔い改めました、ね、そしてもう一つ思わされたのは、まあ、その人は結局虐待されて、小さい時に虐待されて義理の父を憎んだということなんですけど、今世界中で、まあ、虐待されている子供たちもたくさんいます。離婚再婚を繰り返す家庭もたくさんあると思うんですが、その時この男性と同じように傷ついて虐待されて親を憎んで義理の父義理の母を憎んでる人がどれほどたくさんの子供たちがいると考えた時、恐ろしくなりますよね、恐ろしくなります。憎しみの塊の人間がたくさんできてるような感じがします。犯罪予備軍と言ったらいいのかな、犯罪予備軍の人たちがたくさん生まれてるんじゃないだろうか。そう考えると本当に愛が必要です。イエス様の愛が必要です。彼らの心を慰めて励まして癒してあげる必要があるんだ。たくさんの傷ついた子供たち、たくさんの虐待された人たちの心が癒されないと本当にサタンが働いていろんな犯罪が起きるんだということで、ますます伝道の必要性、必要性を感じましたね。ぜひ皆さんイエス様を信じた方たくさんいますので、ぜひ一緒に伝道して、一緒にたくさんの方々の心を癒されるように
祈っていきませんか。アメン、アメン、アメン。はい、それではですね、明石タイムいきましょうね。明石タイムいきます。イエス様の愛の深さはどれだけなんでしょうか。アメン、アメン。今日は竹島問題を取り扱いました。私は韓国を愛してます、ね、日本も愛してます、韓国が大事とか日本が大事じゃなくて両方大事です。両方大事です。で、大事なのは欲望によって喧嘩することはないんだよ。欲望によって憎み合うことはないんだよ。隣の国じゃないですか。民族的にも近いじゃないですか。日本と韓国が愛し合ったらどれほど素晴らしいでしょうか。平和だったらどんなに素晴らしいでしょうか。サタンに騙されて、サタンに騙されて喧嘩することはない。サタンに騙されて憎み合うことはないんだよということです。67年前に、起きた戦争も、サタンに騙されて、サタンに騙されて欲望が原因で戦争してしまったじゃないか。ひどい目に遭ったじゃないか。被爆したじゃないか。日本中焼け野原になったじゃないか。もう二度と、そんな愚かな戦争をしてはいけないんだ。たくさんの人が死んだじゃないか。大事なのは争うことじゃないんだ。大事なのは許し合うことなんだ。大事なのは愛し合うことなんだ。頭では分かってるでしょ。頭では分かってて、それができないのは罪が邪魔してるんだ。人間の罪が邪魔してるんだ。その罪というものをコントロールするためには人間の力ではできないんだ。イエス様の力、十字架の力によって初めてその罪をコントロールして愛することができるんだということだ。つまり韓国と争うことこそ、人間の罪なんだよ、日本の罪なんだよということですね。神様は日韓問題、日中問題を通して人間の罪を教えてるんだよということですね。罪が原因で家庭崩壊もしてるじゃないですか。罪が原因で教授が万引きしてしまうじゃないですか。罪が原因で社会が混乱してるじゃないですか。サタンに騙されてまた戦争するなんて愚かもいいところです。皆さん、日本にとっても世界にとっても平和が必要なんです。でもその平和というのは人間の心から敵意や悪意を捨てなければできないんだ。欲望に支配されたら平和を作れないんだということを理解するべきだと思います。本当の平安はイエス・キリストにある心の平安。罪が許されて神様に認められるという平安、これが本当の平安なんですね。罪があることによってもう心は平安ではないんです。罪があるということ自体がもう心の中が、憎しみがあると言ったらいいのかな、恐れがあると言ったらいいのかな、もう平安ではないんだ。本当の平和はイエス様によって許されて初めて平安になるんだよということですね。はい、それでは明石タイムいきましょうね。はい、平和と戦争とどっちが大切なのですか。平和と戦争とどっちが大事なのですか。明石タイム。イエス様によってのみ本当の平安があります。イエス様によって本当の平安があります。はい、明石タイムスタート。
韓国と友好が大事。アメン。一番大事なのはイエス様です。イエス様による平和が必要です。竹島は韓国のものでもいいんだと分かった。イエス様を通じての許しが本当の許しです。平和のためにもリバイバルが必要です。平和です。戦争はサタンの醜い争いです。竹島に教会を作ればいいな。平和のために竹島を第三国にあげるべきです。韓国に竹島を譲ることは愛なんだね。竹島は独占せずに共同開発しよう。イエス様にお祈りすれば全てが解決する。右の方を、打たれたら左の方を差し向けよう。竹島を日韓共同島にすればいい。共同開発こそが愛です。竹島はどちらの領土でも良いと分かりました。全世界はキリスト教徒の共有地です。お盆は先祖崇拝はしないで神を褒めたたえ賛美しようと思います。アメン。人間の所有物など、全く全ては神様のものです。アメン。お盆はお墓参りに行かずに親戚に聖書を配ります。アメン。イエス様のおかげで竹島ができました。両国で大事にしないと。核兵器反対です。核兵器反対ですね。
竹島に大きな十字架を建てれば良いと思いました。なんか日本島みたいです。日本島みたいですね。あ、竹島は日本島。竹島と日本島と同じようなところにありましたね。国際法を守ることがイエス様の愛だと思います。この放送を見て感動して涙が出ます。日本島はわっしょいわっしょい。偶像崇拝反対、島を取り合うのも偶像崇拝。日本が悔い改めた時こそ本当の終戦です。せこせこしないで尖閣諸島も中国にあげればいいと思いました。人が人を裁くことが罪だと知りました。この放送で宗教に興味を持った。竹島を日本と韓国のクリスチャンの交流の場所にすればいい。アメン。リバイバルが来たら領土問題がいかに小さいことを実感しそうです。アメン。竹島問題でイエス様を知りました。イエス様のおかげで韓国を許そうと思いました。アメン。キューちゃんの竹島配信を見たいと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたね。まあちょっと後から来た方もいるのでちょっと復習をしたいと思いますが、はい、それではですね、復習します。結局ですね、竹島問題は、その何が問題かという、人間の罪なんだよということですね。さっきの聖書にあるように、欲望が原因で争うんだ、欲望が原因で争うんだということですね。罪というのは結局自己中で、罪というのは自分の利害を優先してしまう。相手のことよりも、相手のことよりも自分の利害を優先する、これが罪ですね。だからその罪のゆえに人間関係が壊れてしまうんですね。イエス様がおっしゃるのは、もっと大事なことがあるんだよ。平和の方が大事でしょう。利害関係よりも平和の方が大事でしょうということですね。価値観が間違ってるよということですね。価値観が間違ってる。価値観が間違ってるんだよということですね。何が大事かというと、そういう物とかお金とか欲望ではないんだ。もっと大事なことがあるんだよ。もっと大事なことがあるんだよということですね。平和がいかに大事か。
平和がいかに大事か、多くの人は知ってるようで知らないんですね。知ってるようで知らないんです。平和がいかに大事なのか、平和がいかに大事かね、もう本当に、平和が大事なんですが、しかしその平和というのは結局人間の心の問題だよということですね。心に憎しみがあったらね、平和を作れない。さっきの男性の話を思い出してください。さっきの男性は本当に義理のお父さんを憎んで憎んで憎んでたために、彼は誰とでも喧嘩して誰に対しても暴力を振るような人だったんですね。どうして自分は暴力を振ってしまうんだろう、どうして自分は誰とでも争ってしまうんだろうか。彼はやっと気がついたんですね。彼はやっと気がついて、自分の中にある憎しみが、自分の中にある憎しみが人と喧嘩してしまうんだということに気づいたんです。どうして日本が韓国と争うのか、どうして日本が韓国と争うのか、それは人間の中に罪があるから、日本人の中に罪があるから、憎しみがあるから、敵意があるから、殺意があるから、だから争うんだよ、だから争うんだよ。憎しみがあって平和は作れません。敵意があって平和を作ることができません。欲望が優先したら、欲望が優先したら人間関係はうまくいかないんです。日本人は韓国とうまくいかないだけじゃないんです。日本人同士もうまくいかないんです。皆さんも家族とうまくいかないでしょ。皆さん家族とうまくいかないと思いませんか。友達とうまくいかないでしょ。みんな日本人同士でも喧嘩してしまうじゃないですか。だから韓国の人とだけうまくいかないじゃないんです。日本人同士もうまくいかないんです。それは人間の心の中に罪があるからなんですね。罪があるからうまくいかないんです。大事なことは、ね、心を清くしなきゃいけないということです。心を清くしなければいけない。だけど皆さん、私たちは自分の心を自分できれいにできますか。自分の心を、自分で清くできますか。できません、できません、できません。どうすれば自分の心をきれいにできるんですか。どうすれば良い心を持てるんですか。どうすれば隣の国の人を愛せるんですか。どうすれば隣人を愛せるんですか。それは自分の罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、初めて罪が現れて、愛する心、隣人を愛する心、隣の国を愛する心が与えられるのです。本当の愛はもともと人間にはないのです。本当の愛は与えられて初めて愛せるのです。結局のところ、竹島で韓国と争うことは、日本人同士が争うことは、愛がないことを神様が教えるためなんです。皆さんには愛する、人を愛する愛が必要なんだよ。平和のために、仲良くするために、神の愛が必要なんだよ。神の愛が必要なんだよ。神の愛がなければ愛せないんだよ。喧嘩してしまうんだよ。争ってしまうんだよ。家族でも愛し合えないじゃない、隣の国と愛し合えないじゃないか。それは本当の愛が必要なんだよ。本当の愛が必要なんだよ。本当の愛が必要なんだよ。あなた方一人一人に、あなた方一人一人に本当の愛が必要なんだよということを神様が教えるためなのです。教えているのです。竹島問題はまさにイエス様が
愛が必要だよっていうことを教えるためのことなんです。皆さん、韓国の人を憎んだり悪口を言うことがおかしいと思いませんか？悪い言葉で罵って、悪い言葉でけなして、そしっておかしいと思いませんか？おかしいでしょ。それはいい心じゃないですよね。いい心じゃないでしょ。神様はそのことを教えたいのです。神様はそのことを教えたいのです。神様は一人一人が良い心になってほしい、良い心になってほしい、優しい心、愛のある心になってほしい、愛し合ってほしいのです。神様に似せて作られた人間が、神様に似せて作られた人間が愛し合ってほしいのです。韓国と愛し合ってほしいのです。しかし、日本と韓国が愛し合うためには、皆さんが誰かと愛し合うためには、イエス・キリストが必要なんです。イエス・キリストが必要なのです。イエス・キリストが十字架にかかったのは、皆さんが争うためじゃなくて愛し合うために、日本と韓国が愛し合うためにイエス様が十字架にかかり、皆さんが家族と愛し合うためにイエス・キリストは十字架にかかり、皆さんが誰とでも誰とでも愛し合うためにイエス・キリストは十字架にかかったのです。イエス・キリストは十字架にかかったのです。それは争うためではない、争うためではない、愛し合うために、皆さんが愛し合うために、皆さんが愛し合うために、人間が愛し合うために、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくれたのです。誰でも誰でも愛をください。イエス様ごめんなさい、争ってごめんなさい、憎んでごめんなさい、悪口を言ってごめんなさいと悔い改めるならば、誰でも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 罪が許され、誰でも愛が与えられ、神の愛が与えられ、本当の愛が与えられ、愛し合うことができるようになるのです。愛し合うことができるようになるのです。愛し合うことができるようになるのです。皆さん、まさに竹島問題は、竹島問題は日本人を救うための問題だということです。日本人を救うために、日本人が悔い改めるために、神様が与えた問題なんだということです。竹島問題は悔い改めるための問題であり、日本人が生まれ変わるための問題であり、イエス様を信じて、イエス様を信じて神の愛を受けるための問題だということなんです。アメン、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 アメン。皆さんの中に気づいた方もいると思います。なるほど、そうかもしれない、確かにそうだ、争うことは良くない、戦争は良くない、平和を作んなければいけない、平和を作んなければいけない、許し合って愛し合わなければいけないということに気づいた方がいると思います。そのことに気づいて、ああ韓国を愛する愛が欲しい、人を愛する愛が欲しい、隣人を愛する愛が欲しいと、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じて、本当の愛が欲しい方、本当の愛が欲しい方、本当の愛が欲しい方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、本当の愛が欲しい方、アメンと言ってください。愛がもらえます、愛がもらえます。家族を愛する愛がもらえます。隣人をもらう愛をもらえます。愛が必要なんです。皆さんに愛が必要なんです。皆さんに本当の愛が必要なんです。欲しい方アーメンと言ってください。欲しい方アーメンと言ってください。恥ずかしがらないでください。
恐れないでください。人の目を気にしないでください。素直に素直に素直にアメンと言いましょう。アメン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 と言った方はこう言ってください。イエス様、確かに愛がありませんでした。争いました、憎みました、ごめんなさいごめんなさい。愛せる愛をください。人を愛する愛をください。イエス様、愛をください。イエス様、平和を作る愛をください。平和を作る愛をください。あなたを信じます、あなたを信じます、あなたを信じます。イエス様、愛をください。イエス様、愛をください。韓国を愛する愛をください。中国を愛する愛をください。日本を愛する愛をください。アーメン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 。私祈ります。天の父様、なんと人類は争ってきたでしょうか。なんと人類は戦争してきたでしょうか。それは愛がないため、神様がいないため、憎しみや敵意が人を傷つけ、傷つけ合ってきた悲劇です。人類の歴史は悲劇です。人類の歴史は悲劇です。それはあなたがいないため、本当の愛がないためでした。しかしイエス様は、一人でも多くの人がイエス様を信じて、本当の愛を持って愛し合ってほしい、愛し合ってほしい、神の国を作ってほしいと願われました。そのためにイエス様は十字架にかかって亡くなりました。イエス様、今アーメンと言った方々に、あなたの愛で満たしてください。罪を許し、あなたの愛で満たしてください。あなたの愛で満たしてください。日本にあなたの愛で満たしてください。虐待された子供たちが癒されますよ。離婚と再婚で傷ついた子供たちが癒されますよ。憎しみの塊の子供たちが癒されますよ。傷ついた人たちの心が癒されますよ。あなたの愛で癒されますよ。あなたの愛で癒されますよ。あなたの十字架の愛で癒されますよ。癒されますように。日本が癒されますように。日本と韓国の争いが癒されますように。日本と韓国の間の憎しみがなくなりますように。憎しみがなくなりますように。許し合うことができますように。愛し合うことができますように。日本と韓国が許し合って愛し合うことができますように。イエス様、二つの国を祝福してください。二つの国に平和がありますように。あなたの平和がありますように。あなたの平和がありますように。イエス様、争わないようにしてください。戦争が起きませんように平和を与えてください。平和を与えてください。祈ります、祈ります、祈ります。日本と韓国が平和となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、これからも祈りが必要ですよ。日本と韓国の関係は大事です。予言によると、日本と韓国と中国が心を合わせて世界のリバイバルに活躍するという予言があります。サタンはそれを邪魔するために争いを起こそうとしているのです。つまりリバイバルの邪魔のために竹島問題があるんだということです。サタンは日本と韓国が争ってリバイバルが起きてほしくないのです。ですから、これは霊的な戦いなんです。竹島問題は霊的な戦いなんです。サタンの策略を見抜きましょう。私たちは韓国と和解し、愛し合わなければならないんだということです。そのことによって日本も韓国も祝福されるんだということです。大事なことです。このことをしっかり理解しましょう。サタンに騙されてはいけません。私たちは愛し合うべきです。
許し合うべきです。ありがとうございました。また明日朝礼拝ですね、おやすみなさい。シャロンシャロンシャロン、おやすみなさい。シャロン、平安がありますように、平安がありますように。シャロン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 。